人、多すぎ、わろた。初めてでもわかる。アルビオンスカーム、ヨルシアの概要。作戦エリア内には、味方拠点と、敵の拠点が存在します。味方の拠点が壊される前に敵拠点を壊せばクリア。次の層へ進める、というルールです。PC 側は、拠点や、拠点から出現する敵は、直接倒しません。本で読んだ召喚獣に、敵の退治、拠点破壊をしてもらうのです。普通のパーティーで攻略する場合、通常、この、本で召喚などをする係と、ポイントを稼ぐ係に分かれます。我々ポイント稼ぎは、とにかくこのエスカレント、という敵を迅速に探し、たくさん倒して、ポイントを稼ぐのが仕事となります。以上を踏まえて、エスカレントのいる場所を探し、実際に攻略している映像を見てみましょう。本の係については、別動画でお伝えいたします。We'll be right back.
まあ、途中流しましたがこんな感じです。報酬や、本の操作など、説明しきれていない部分がありますが、大体どんなものかは分かっていただけたでしょうか。きっと、ポイントを稼ぐ係はできますね。新しいコンテンツは胸が躍ります。皆さんもこのビッグウェーブに乗ってみては。ではでは、今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。もっと見たい。というそこのあなた、チャンネル登録をおすすめしますよ。新着動画も簡単にチェックできちゃうんだ。まあ、今更なんだけど、これからもよろしくお願いします。